続いてはモンテリオリオマナタ応援宣言。堀江さん、今シーズン2度目の日ノ区ダービーですが、楽しみですよ、ね。はい、モンテブルーが勝つのか、それともメガルタゴールドが勝利してしまうのか、注目の一戦です。現在モンテリオ山形は勝ち点28の11、一方のベガルタ仙台は勝ち点21の15位となっています。勝ち点差は7です。モンテリオ山形のサポーターは前回7月の対戦同様、勝利を信じています。今月10日のホーム名古屋戦前、スタジアム前にモンテサポーターの列ができていました。お目当てはこちらのワッペン。 J1 を舞台にした初の道のくダービーを記念して作られました。そのワッペンに描かれている3と1の数字は前回の対戦のスコアです。7月17日モンテのホーム入場者数最多2万231人が詰めかけた注目の一戦でした。前半3分に秋葉のミドルシュートでモンテリオがいきなり試合を動かします。その後一時仙台に同点とされますが、後半14分に左サイドを崩し田代が勝ち越しゴール。さらに後半23分にも増田のシュートのこぼれ球を田代が押し込み3対1、モンテリオが歴史的な一戦を制しました。大変縁起のいいワッペンだと思います。はい、いきます。そのために買ったようなものなんですけども、希望としては3対1で買ってほしいです。あ、いいっすよねもう一つね、販売してもらえるようにね、頑張って応援したいと思うんで、はい、頑張れモンテリオ。名古屋戦の後、サポーターから選手らに対し道のダービーにかけるメッセージが送られました。サポーターも勝ちたいという思いが強い一戦です。あさっての試合ではクラブが JTB 東北と協力し初めてオフィシャルバスツアーの用意。8月末の締め切りでしたが、予想を大幅に上回る申し込みがありました。正直ですね、まあ300人ぐらい来ればいいかなぐらいの気持ちだったんですけど、はい、経スタジアムで告知したりですとかスタジアムで募集することによって、まあ、どん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 増えていって、まあ、最終的にはおかげさまで1300人という今の条件になりました。県内各地からバスは30台、1300人。このうち24台が天童市のホームスタジアム脇の駐車場から出発します。バスの中では宮城スタジアムに着くまでの間、選手のメッセージなどを見てサポーターも決戦に備えます。たくさんの人数が行きますので、まあ、選手の少しでも後押しになればという気持ちが一番です。2戦目を前にした今月14日、仙台市で共同会見が開かれ、両チームの監督、選手が会見しました。モンテからは小林監督、佐藤健太郎、長谷川の3人が出席。注目の一戦へ意気込みを語りました。目いっぱいの準備をして、残りの試合もいいゲームができるように、そういうゲームにぜひしたいなと思ってます。僕自身はやることは変わりはないし、100% でやるだけなんですけど、と周りの盛り上がりやサポーターの人たちの熱い思いをすごく感じるので、と結果で応えたいと思います。僕自身まだ今年ゴールを決めれてないので、まあ、ダービーで決めれれば、1点以上の価値のあるゴールだと思うし、僕の熱いプレーで、スタジアムを沸かせるように頑張りたいと思います。モンテリオは現在広島、名古屋とリーグ戦は2連敗中。14節のセレスト戦で3失点を喫して以降、8試合で失点は4と守備は抜群の安定感を誇りますが、課題は攻撃。13節前回の仙台戦以降複数得点がなく、ここ9試合で得点はわずかに4つです。この仙台戦をリーグ終盤への良いきっかけとできるか。注目はフォワードの田代雄三。前回の仙台戦では勝ち越しゴールと試合を決める3点目、2つのゴールを挙げました。しかしその後は怪我で欠場する試合もあるなど、ゴールがありません。 J リーグで2試合、
まあ、点決めれる場面もあったし、まあ、そこで決めていれば、まあ、引き分けにできた試合もあったし、まあ、そういう意味でやっぱりフォワードが取らないと、まあ、チームは勝てないっていうのも、まあ、また分かったし、まあ、そういう責任も感じているんで、まあ、次は何としても点を本当に狙っていきたいです。まあ、本当ここで勝たないと、まあ、後はない気持ちでみんなやると思うんで、まあ、絶対勝つんで、まあ、少しでも多くのサポーターが、まあ、力を貸してほしいです。モンテディオ4試合ぶりの勝利になるか。みちのくダービー第2ラウンド、舞台は宮城スタジアム、あさって午後3時キックオフです。このスタジアムのどれだけの部分をモンテブルーが埋めるんでしょうか。ベガルタ仙台の広報によりますと、アウェー席だけで現在およそ4200人のモンテディオサポーターが観戦をする予定だということです。クラブそしてサポーター一丸となって勝ち点3を掴んでいきましょう。以上、モンテディオ山田応援宣言でした。応援の盛り上がりもね、本当に楽しみですね。そうですね。